こんにちは、マセナンです。さあ今回も語源に着目して英単語を眺めていきます。まずはじめはこちらです。さあ画面にありますように、今夜こうというのは一緒といったニュアンスを持ちます。例えば company、 company というのは今一緒にパンを食べる、一緒にパンを食べる仲間とか、そこから会社といった意味になります。 company 仲間会社。そして a company、 この a company はこの仲間のイメージで、 a company 何々に同伴するといった意味になります。Children must be accompanied by an adult. 子供は大人の同伴がなければなりません。Accompany 何々に同伴する。そして coworker。co はこの co は一緒といった意味ですから、一緒に work 働く人という意味で、coworker 同僚と似たような意味として、colleague、 こちらも設定されていくと良いかと思います。coworker、colleague 同僚といった意味になります。さあそして cooperate。今夜こうというのは一緒といったニュアンスでしたから、この一緒のイメージで cooperate と一緒にこう協力するといった意味になります。 cooperate と協力する、名詞形が cooperation 協力、似てるものとして corporation 企業株式会社というのもあるので、こちらも設定をされていくと良いかと思います。 corporation は企業株式会社。そして coincidence、 今夜こうというのは一緒といったニュアンスを持ちましたけれども、こう一緒に出来事が一緒に起こるといった意味で coincidence、 偶然の一致。 what a coincidence、 なんという偶然でしょう。そしてその動詞形が coincide、同時に起こる。 The two accidents coincided with each other、 その2つの事故は同時に起こった。続いて compromise、 compromise、 婚は一緒にといったニュアンス、 promise というのは promise、 約束するといったニュアンス、つまり、compromise、 一緒に約束事をするときというのは、もちろん自分の意見も言いますけれども、相手の意見も聞いて、自分の意見だけを通すわけじゃなくて、相手の意見も聞きながら、時には妥協することも求められてきます。compromise はこちら妥協するといった意味になります。compromise、 妥協する、 compromise 妥協する、また名詞で妥協といった意味もあります。そして compassion、パッションというのは、情熱とか感情といった意味を表しましたけれども、つまりコンパッションというのはコーン、一緒のパッション、感情と一緒の感情になること、コンパッション、同情といった意味になります。コンパッション、同情、コンパッション、同情。さあそして、コンセント、コンセント、コーンは一緒にのニュアンス、セントというのはこれはセンス、感じるといった意味です。つまり一緒に同じように感じるといった意味から、コンセント、同意する、同意といった意味になります。コンセント、同意する、同意。Consent to the proposal. Consent to the proposal. 提案に同意する。そして consensus. Consensus. 名詞で合意、コンセンサスといった意味になります。Contemporary. Contemporary. コンは一緒の。Tempo というのはこれはタイム、時間といったニュアンス。一緒の時間のこのイメージで contemporary. 同時代の、現代のといった意味になります。Contemporary. 同時代の、現代の。そして時間のニュアンスで temporary、 temporary 一時的なといった意味になります。 temporary 一時的な、 temporary 一時的な。さあここまで con 一緒といったニュアンスの語源を見てきましたけれども、この con というのは必ずしも全ての単語において con があれば一緒といったニュアンスを付加するというわけではありません。単語によっては必ずしも一緒といったニュアンスを感じるものばかりではなく、まあ、単なるまあ強調程度の意味として使われることもあります。conceal、 comply、 まあ、これらの単語に関しても、まあ、一緒といった意味よりむしろまあ単なるまあ強調程度の意味でこの con が使われているというふうに考えられます。conceal、 何々を隠す、まあ、この conceal に関しては日本語でもコンシーラーという言葉もあります。つまりコンシーラーというのはちょっとした、顔のそばかすやシミなどがあればコンシーラーで隠すということになるわけです。conceal は何々を隠すといった意味です。そして、comply、従うといった意味、 comply、 従う、 comply with the regulations、 規則に従う。そして名詞形が compliance、 compliance、 名詞で従うこと、法令遵守、そしては compliance といった意味になります。そして comprehend、 comprehend、さあこの con ですけれども、先ほど話にもあったようにここでは一緒にといった意味よりむしろ完全にといった意味の、まあ、強調的なニュアンスで使われていると考えられます。 comprehend、 これは動詞で理解するといった意味になります。 comprehend、 理解する、 comprehend、 理解する。実はこの comprehend に関連して grasp、 こちらの単語を見ていきます。 grasp というのはこれは何々をつかむといった意味、そして何々を理解するといった意味があります。さあこの掴むと理解するというのは少し意味が離れているような感じもしますけれども、実はこれは日本語でも同じ現象が見られます。で、まあ、日本語でも把握するといった言葉があります。さあこの日本語の把握するというのはまさに漢字を見ても分かるように握るといった漢字が使われています。つまりこうした握るといったこのイメージがより抽象的に把握する、理解するといった意味になるわけです。つまりこのグラスプというのは日本語の把握すると同じように掴むといった意味があるのと同時に理解するといった意味にもなります。ちなみにこのコンプリヘンドのプリヘンドというのはフランス語のプハンドと同じ語源です。このプハンドというのはフランス語学習において、まず初期の段階ならかなり基本単語、英語でいうところのテイクに相当します。つまりコンプリヘンドというのはコン、完全にテイク、もう掴む、完全に掴む、そこから理解するといった意味になります。まあ、このように、まあ、英語と日本語で言語は違いますけれども、同じような意味の連なりというのが見られるというのはとても面白く思います。
そして関連して、comprehensible、comprehensible、形容して理解できる。comprehensive、comprehensive、形容して包括的な。comprehensive survey、包括的な調査。そして apprehension、apprehension。この apprehension の prehension というのは、先ほどの comprehend の prehend。フランス語の pand と同じ語源です。つまり、まあ、取るといった意味。つまり、apprehension というのは、例えば悩みなのに自分の心を囚われてしまう。不安。そして悪い人をとっ捕まえる逮捕。そして、先ほどのコンプリヘンドのように理解といった意味も表します。アプリヘンション、不安、逮捕、理解。アプリヘンション、不安、逮捕、理解と。一見アプリヘンションというのは多義語のように感じられますけれども、やはり根本のプランド、テイクと。まあ、この根本の核を掴んでおけば、これらの意味というのも整理できると思います。さあ、ところで前回の語源で学ぶ英単語第5回目においては、バイキングが英語に与えた影響について見てきました。このバイキングというと、最近ではこのバイキングにフォーカス当てた、こうした、ヴィンランドサガといった漫画、アニメが有名です。まあ、こうしたヴィンランドサガの作品を通してバイキングを知った方もおられるのではないかと思います。今回はこうした、このバイキングが英語に与えた影響について、まあ、より深く見ていくこととします。さあ、このバイキングですけれども、8世紀から11世紀にかけて海上からヨーロッパ各地に侵入したスカンジナビアの人々のことを指します。彼らは時に海賊、略奪行為を行うことで恐れられていました。まあ、バイキングはこのような船に乗ってヨーロッパ各地に侵入していたということが分かっています。さあ、このバイキングですけれども、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、アイスランド語といった現在の北欧諸語の祖先であるコーノルド語、オールドノースを話していました。バイキングが定住したイングランドの北部東部、まあ、これはデンロー地域と呼ばれますけれども、こうしたデンロー地域を中心に古英語と彼らの話すコーノルド語の言語接触が起こり、コーノルド語由来の単語が英語に入ることになります。さあ、ではこちらの文をご覧ください。この文ですけれども、この文の中で、バイキングの話していたコーノルド語由来の単語というのはいくつあるでしょうか。さあ、実はこれらはすべてコーノルド語由来です。まあ、このようにコーノルド語由来の単語のみで文が作れるほど、まあ、コーノルド語というのは英語の語彙に深く浸透しています。さあ、そして関連してリアとレイズ、それぞれどのような意味になるでしょうか。このリアですけれども、このリアというのはこれは古英語時代からある単語、そしてレイズというのはコーノルド語から借りてきた単語ということになります。まあ、このリアとレイズですけれども、究極には語源が同じということで、意味も似通った意味になっています。レイズというのは、これは、あげるといった意味、そして、育てるといった意味もあります。そして、このリアですけれども、同じように、何々を育てるといった意味があります。このリアとレイズ、関連付けて覚えておくといいかと思います。さあ、今回のリアとレイズのような、同語源の意外な単語に関しては、これは第4回目の動画で扱ってますので、興味がある方は、ぜひこちらもご覧になっていただければと思います。さあ、そして、形容詞に関しては、このような単語が入ってきました。ugly、形容詞で醜い。ugly、醜い。an ugly face、醜い顔。ill、形容詞で病気の。この ill に関しては、これはコーノルド語由来の単語。そして sick、この sick に関してはもともと英語にあった単語。まあ、どちらも病気のといった意味を表します。speak ill of、何々の悪口を言う。rotten、形容詞で腐った。a rotten egg、腐った卵。そして odd、形容詞で奇妙な。そしてこの奇妙の key というところから odd number、奇数。even number、偶数。そして awkward、形容詞で気まずい。awkward、気まずい。awkward、気まずい。An awkward silence. うん、気まずい沈黙。さあ、ここまで見てきたように、バイキングというのは英語の語彙に大きな影響を与えました。ただ、実はバイキングの与えた影響というのは英語の語彙だけにとどまりません。実は、英語の文法、この英文法そのものも、バイキングの接触によって大きく変化を遂げることになるわけです。バイキングが英文法に与えた影響について見ていく前に、当時の古英語の文法について少しだけ、もう一度見てみることとします。さあ、画面にありますように、男性名詞のスタン、石という意味を表すスタンですけれども、当時はこのように変化をしていました。スタン、スタン、スターネス、スターネ。スターナ、スターナ、スターナ、スターヌン。実は現代英語の所有格の S というのは、古英語時代の単数属格、スターネスのこの ES の語尾に由来しています。そして現代英語の複数の S に関しては、古英語時代の複数主格、複数体格のスターナス、スターナス、このアスといった語尾に由来しています。古英語時代はこのように名詞の語尾を変化させることで、その名詞が主語の働きをしているのか、所有格の働きをしているのか、まあ、そうしたことを語尾の変化によって表すことができました。さあ、先ほど石といった意味を表すスターンという男性名詞を見ていきましたけれども、まあ、このように古英語の名詞には性別があります。男性、中性、女性といったこうした名詞の性別というのは単語ごとに決まっており、単語の意味から性別を予測するということは通常不可能です。まあ、こうした名詞の性別をグラマティカルジェンダー、文法性と言います。まあ、ネイティブは自然にこうした文法性を身につけるわけですけれども、まあ、学習者であれば名詞ごとに文法性を暗記する必要があります。
まあ、ちなみにもともと文法性というのは、古代人が宇宙の神羅万象に対して抱いていた表象と関係があると考えられています。さてここで問題です。古英語のこれらの単語は男性名詞でしょうか、中性名詞でしょうか、それとも女性名詞でしょうか。さあまずは王と痛みを表すキュリング、これは男性名詞です。そして羊シェアプ、これは中性名詞。クジラフェブ、これは男性名詞。愛と痛みを表すルブ、これは女性名詞。言葉といった意味を表すボルト、これは中性名詞。力といった意味を表すミヒト、これは女性名詞。そして婦人といった意味を表すフラブディ、こちらは女性名詞。そして最後に女性といった意味を表すウィーフマン、さあこれはどうでしょう。実はこれは男性名詞です。さてこれまでの動画では古英語時代のザについても見てきました。古英語時代のザというのはザと一緒に使える名詞の性別、そして主語で使われるのか所有格で使われるのか、まあそうしたことによってこのように複雑な変化をしていました。つまりザの形というのはどの名詞の性別と使われるかで変わるため、名詞の性別がわからないことにはザということもできないということになります。さて具体的にいくつかの例を見てみることとしましょう。例えば中性名詞のウォルドが主語で使われる場合、この場合ザはどのような形になるでしょうか。つまりこの表でいうところの中性名詞の主語ですから主格サットが選択されます。答えは that word。 さあ続いて男性名詞の weef man、 これが何々王で使われる場合、さあこの場合座の形はどのようになるでしょうか。この表でいうところの男性名詞の体格何々王のところを見ると座の形はソネとなります。セキュリングルヴァスソネウィーフマン。まあ、ここまで見てきたように古英語時代の座というのはまあかなり複雑に変化をしていたということがわかります。このように座というのは複雑に変化をしたわけですけども、実はこれには良い側面もあります。実は古英語というのは現代英語よりも語順の自由度が高いということになっています。現代語のような SVO だけでなく SOV など他の語順も見られました。なぜこのように語順の自由度が高いかというと、どの語順であろうと座の形や名詞の語尾変化などを見れば主語か目的語かなどがわかるからということになります。例えばその王はその女性を愛するといった、まあ、この部分に対応する古英語ですけれども、セキュリングルヴァスソネウィーフマン SVO といった語順でも示せますし、ソネウィーフマンルヴァスセキュリング、こうした言い方も文法的には可能です。たとえ主語の王というのがこのように文の後ろに置かれていたとしても、王を表すキュニングについている座の形、ここではセとありますけど、このセに注目すればセがあるということはこれは主語ということになりますから、たとえ後ろに置かれていても座の形によってセキュリング、これは主語であろうと判断することができるということになります。実は日本語は現代英語よりむしろ古英語と似ているということができます。つまり古英語ではこのように座や名詞の語尾変化によって主語なのか目的語なのか、まあそうした働きを示すことができるので、語順というのは比較的自由でした。そして日本語ですけれども、日本語というのもガーやオーなどの格助詞によってその名詞の働きを示すことができるので、語順は比較的自由となっているわけです。つまり日本語でいうところのガーやオーといった格助詞に対応するのが古英語時代の複雑に変化したザであったり名詞の語尾変化であったわけです。実はこのような古英語時代の文法が現代英語のように変化をした、その大きな要因となったのがこのバイキングとの言語接触なんです。バイキングの話すコーノルド語と英語というのは共にゲルマン語族に属しており、多くの単語を共有していました。そのため両言語の話者というのは互いに訛りを感じつつも簡単な意思疎通はできたと考えられています。しかしコーノルド語と英語とでは単語の語尾変化が異なっていました。そのため両言語の話者というのはコミュニケーションを容易にするためにむしろ積極的に単語の語尾を切り落とすという行動に出たと考えられます。文法関係を示すために複雑に変化していた語尾を切り落としたため、従来のように座の形や名詞の語尾では文法関係を示すことができなくなります。そうして単語の語尾で主語や目的語の働きを示すことができなくなったので、その代わりに現代語のように語順を SVO に固定化することで語順によって主語や目的語を判別するようになったというわけです。もしもバイキングがイングランドに来なければ、我々は今でも古英語時代のような複雑な単語の語尾変化を暗記しないといけなかったかもしれません。まあそう考えるとバイキングが英語に与えた影響の大きさに気づかされます。